アプロディーテー、または、アプロディタは、愛と美と性を司るギリシア神話の女神で、オリュンポス十二神の一柱である。美において誇りがく、パリスによる三美神の審判で、最高の美神として選ばれている。また、戦の女神としての側面も持つ。日本語では、アプロディテー、アプロディテ、アフロディテ、アフロディテ、アフロ,アフロダイティなどとも表記される。元来は、古代、 オリエントや小アジアの法上の植物神、植物を司る精霊、地母神であったと考えられる。アプロディーテイは生殖と法上、すなわち春の女神でもあった。ホメーロスのイーリアスでは黄金のアプロディーテイや笑いを喜ぶアプロディーテイなど特有の形容国を持っている。プラトンの共演では純粋な愛情を象徴する天井の アプロディーテウーラニアーという2種類の神聖が存在すると考えられている。ヘイシオドスの浸透機によれば、クロノスによって切り落とされたウーラノスの断性機にまとわりついた泡から生まれ、生まれて間もない彼女に見せられた西風が彼女を運び、キュテラ島に運んだ後、キュプロス島に行き着いたという。彼女が島に上陸すると愛飛びが生まれ、 それを見つけた季節の女神ホーラたちが彼女を飾って、服を着せ、オリュンポス山に連れて行った。オリュンポスの神々は、羊のわからない彼女に対し、美しさを称賛して、仲間に加え、ゼウスが、養女にした。これは、ファイローデルタ・タウイータが、泡の女神とも、解釈可能なことより生じた通俗語言説、ともされるが、アプロディーテが男性期から生まれるという猥雑な、 誕生の仕方をしているのは、ヘイシオドスが極度の女嫌いであったためと言われる。ホメーロスは、ゼウスとディオーネーの娘だと述べている。ビとトユガを司る三美神カリスたちは、彼女の侍女として従っている。また、アプロディーテイのつけた魔法の宝体には、愛と憧れ、欲望とが秘められており、自らの魅力を増し、神や人の心を征服することができる。気が強く、 ヘーラーやアテーナーと、気量比べをして、トロイア戦争の発端となったり、アドーニスの養育圏をペルセポネーと奪い合ったりすることもある。キュプロスとアプロディーテーの間には、本質的な連関があり、女神が最初にキュプロスに上陸したというのは、アプロディーテーの起源とも密接に関係する。結婚相手、愛人を含め関係があったものは、たたえるが主なものは、ヘイパイストス、アレース、 アドーニスである。聖獣はイルカで、聖鳥は白鳥、ハト、スズメ、ツバメ。聖獣はバラ、ケシ、カリン、ギンバイカ。真珠、ホタテガイ、リンゴも、その象徴とされる。また、オスヤギやガチョウに乗った姿でも描かれる。アドーニスは、アッシリア王テイアースの娘スミルナの産んだ子であると、される。スミルナは、アプロディーテへの祭祀を怠ったため父親に対して、 愛情を抱く呪いをかけられ、策を捞してその思いを遂げた。しかし、これが露見したため父に追われ、殺されるところを神に祈って、持つ役の木に返じた。その幹の中で育ち、生まれ落ちたのが、アドーニスと言われる。また、アドーニスの出生については全く別の説話も多い。例えば、アポロドーロスの述べるところでは、エーオースの子孫で、キュプロスに、 パポス氏を建設したキニラースの息子がアドーニスである。アプロディーテイはこのアドーニスの美しさに惹かれ、彼を自らの日ご下に置いた。だがアドーニスは狩猟の最中に八丁の牙にかかって死んだ。女神は嘆き悲しみ、自らの血をアドーニスの倒れた大地に注いだ。その地から芽生えたのが姉ネモネと言われる。アプロディーテイはアドーニスの死後、彼を祀ることを誓ったが、 このアドーニス祭りはアテーナイ、キュプロス、そして特にシリアで執り行われた。この説話は、チボシンと死んで蘇る国物霊としての少年というオリエント起源の宗教の特色を色濃く残したものである。ゼウスはたびたびアプロディーテーによって人間の女を愛したので、この女神にも人間へ愛情を抱くよう格索し、アンキーセースをその相手に選んだ。女神は、 アンキーセースを見るとたちまち恋に落ち、彼と不指導を共にした。こうして生まれたのがアイネーアースであり、彼はトロイア戦争の後ローマに逃れ、その恋イロスがユリウス家の外されたため、非常によく崇拝された。古くは東方の法上、多産の女神、アスタルテイシュタルなどと起源を同じくする外来の女神で、新闘記に記されている通り、キュプロスを聖地とする。 オリエント的な地母神かつ金星神としての性格は、繁殖と豊穣を司る神として、庭園や公園に祀られる点にその名残を留めている。そして、愛の女神としての性格を強め、自ら恋愛をする傍ら、神々や人々の情欲をかきたてて、恋愛をさせることに精を出している。同じく愛の神エロースと共にいることもしばしばである。また、 これとは別に航海の安全を司る神として崇拝されたが、これはフェニキアとの関連を示唆するものと考えられる。スパルタやコリントスではアテーナーのように甲冑をつけた軍神として祀られていた。特にコリントスはギリシア本土の信仰中心地とされ、コリントスのアクロポリスのアプロディーテ神殿には女神の庇護下の神殿娼婦が存在した。この所作も また東洋起源のものとされる。古くから崇拝されていた神ではないために伝えられる説話は様々である。ヘイパイストスの妻とされるが、アレースと女王を交わしてエロースなどを生んだという伝承もある。アプロディーテイとエロースを結びつける試みは、紀元前5世紀の古典期以降に盛んとなった。本来、北条多山の植物神として、イシタルやシタルテ同様に、 金星の女神であったが、このことは、ホメーロスやヘイシオドスでは明言されていない。しかし古典期以降、再び、金星と結びつけられ、ギリシアでは金星を、アプロディーテーの星と呼ぶようになった。現代のヨーロッパ諸言語で、ラテン語の、ウェヌスに相当する語で金星を呼ぶのはこれに由来する。グレゴリオ聖歌でも歌われる、中世の聖歌アベ、マリスステラの、マリス,ステラは、 海の星の意味であるが、この星は金星であるとする説がある。聖母マリアが、オリエントの豊穣の女神、すなわちイシュタルやアスタルテの系譜にあり、ギリシアのアプロディーテイや、ローマ神話のウェイヌスの後継であることを示していると、される。ローマ神話ではウェイヌスをアプロディーテイに対応させる。この名の英語型は、ビーナスで、金星を意味するとともに、愛と美の女神である。別名として、 レスボス島の詩人殺法はアプロディタと呼んでいる。また、キュプリスという別名もある。キュプロス島には古くからギリシア人植民地があったが、キュプロスを経由して女神の信仰がオリエントより将来されたためとも考えられる。アプロディーテイとキュプロスには本質的な関係があった。その海からの生誕と関係して、キュテレアと呼ばれるほか、キュプロスの都市、 パポスにちなみ、パピアーとも称される。ケーラーは、毎年一回目浴して、元の純潔な処女に戻ったが、アプロディーテもパポスで、同じ目浴を行っている。ありがとうございます。